プレイヤーは、何のために、ゲームに100円を投じるのか？価値を得るため、だ、知的な。ともかく、社会に貢献した、それ、は大きな値打ち。だから、社会的正義をなすことに、ゲームではこだわる、わけだが、コンピュータの面倒さ、だろうか。これは正義ですか？ツッコミが、止まらない、ゼロ回帰か？だ。ともかく、正義、をプレイヤーがなせるなら？プレイヤーはなぜか延々と100円を投じたりする。価値、を得るために。売れないとき。頑張っても、期待する価値が得られない、と分かったら？プレイヤーは、それ以上の投入をしなくなる、わけで。正義、その視点は、結構様々ではある。利益税がいくらあっても、それは正しくない、その場合はあるかも。デビウスは、最終的には、期待し得る利益が出なかった、のではあるまいか。最終的には、正義がない、